さあ続くドミネーションのマップはランダムです。ベイブルからしたら頼むからいいとこ来てくれという形。どうですかね、死力マサイ族さ。さあここでねまたご案内というかあれなんですけども、先ほどもお話したディスコードの方が、開設しております。概要欄の方に、入参加リンクがありますので、よかったらそちらに参加してみてください。もう現在100人を超える方に、先ほど発表したにもかかわらず100人を超える方に入っていただいて本当にありがとうございます。それと同時にこの GGL6 が終わった後、試合も決勝戦が終わって、そのインタビューがあるんですけども、インタビューが終わった後に重大発表があるんで、はい、楽しみにしてください。なんで皆さんね、決勝戦が終わったからといって、ね、配信を止めずにね、その重大発表をね、楽しみに待っていただけたらなと思います。そしたら僕嬉しいです。中速履いてますね。そう、それだ、中速履いてんだよね。さあもう320人、もう本当にいっぱいの方に見てくれて本当にありがとうございます。登録者今何人ぐらいなんですかね。ちょっとまだ960人、待って、この配信始める前が820人ぐらいだったんですよ。140人増えてる、やば。じゃあアバに銃を使わせるのはそれ COD モバイルちゃうわ。格ゲー始まっちゃうって、格ゲー始まっちまうって、ちょマジで。この配信にさすがに1000人は無理か、さすがに1000人はいかないか。まあ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 、まあ本当に登録してくれてる皆さん本当にありがとうございます。これからもね GGL どんどん盛り上げていくのでよろしくお願いします。さあドミネーションそろそろ試合始まりそうですかね。大丈夫かな。次回からアバだけ縛り加えましょう。ミルフィボックスのアバに相手がいない、シャントガン縛り強い。アバ強いみたいになってます。さあバップニュークタウンかい、ニュークタウンかよ、まさかのニュークタウン。GGL3 かな。 GGL3 の時もね、決勝戦ニュークタウン来たんですよね。僕が確か吉松さん、ニュークタウンが来てしまいました。フェイブルまさかもうこれで終わってしまうかのマップはニュークタウンです。さあこれアバロン、もうこの何 COD モバイル環境トップ最大火力を持つアバロン対する頭のフェイブル、どのような周りを見つけるか楽しいですね。もうニュークタウン何のこともないですけどね。はい、もう正面の打ち合いで投げ物バンバン投げてごめーっていうマップだと僕は思ってるんで、俺もこのマップ大好きです。ニュークタウンかよとか言いましたけど、本当大好き、やって楽しいですもん。なんか大会のマップとなるとね、なんか重たってなるんですよね。さあ開幕メロ SR を持っている、いやこれはやられてしまいました。リードを先に取るのはどうするでしょうか。さあミヤトロフィー対で前線上がっていきます。これでもまあまあこれサーチャーですから多分みんなバースト中だというコンセプトだったんですけど、さすがにニュークタウン近距離戦がたくさんあるということで、オートバースにしてます。さあ B 取りそうです。フェイブルが先に B 取りました。赤のフェイブルが先に B 取りました。2点取り成功、このまま維持しておきたい。これ無理してね前線突っ込みすぎちゃうとリスポーンが変わってしまう場合があるので、このトラックこの今このトラックあたりから前よりはあまり行かないような、建物よりは奥に行かないようにして、リスポーン管理をしていきたいですね。このメロがここにいる、おお、いいフラグ投げていく。さあダット詰めていくが、フェイブル防衛硬いです。さあ点数差広がってまいりました。ここからどんどん広げていきたいフェイブル。アバロンとしてはわお、メロのグレネードとラズリのグレネード、そしてエルビ続いて4枚ダウン、前線一気に押し上げるフェイブル。いやこれ強いですよ、この流れは強いですよ。このアバロンね、さすがにアバロンというのはここから前線が長めに苦しいんじゃないでしょうかと思ったけど、止まらないアバロン。ダットミアーロが前線開拓、このまま B を取って取り切りました。さあ点差10点といったところ、これでも逆にフェイブルが前線上げられて苦しい展開となってしまいました。いやーこれはもうね、ダットこれリスキル入ってますよこれ。いやーアバロンのリスキルが入っている、いやーこれ苦しい、ダットのリスキルが苦しい、もうどうしようもない。これ止めるの本当難しいですからね。スコアストリークがあればね、なんとか止めたりするんですけども、スコアストリークありません。このディテールで犠牲を保つためにスコアストリークがない。さあジャスティス SMG 持ってるのか、なんか知ってね、ずっと SR のイメージだったんで。さあメロ SR 抜いていく、まだフェイブルリードなんですけども、もうそろそろ逆転されてしまいもそうです。さあ前線上げていきたい、一気にね3枚ぐらいアバロンを倒すことができれば前線を仕上げることができるのでやっていきたいですね。さあフェイブル2枚続いて
ではシスカバー入って、アバロンが3枚返して4枚返しました。押し返されました。ジャスティス SR だけじゃない、一人で SMG 突っていく。いやー強い、これは勝てない。さあ逆転に成功しています。アバロン57対52、まだ僅差。しかしこのままだと前半戦アバロン、うわー、アバロンのキルログが止まらない、アバロンのキルログが止まらない。この人たちは本当に何なんだ。ドーピングかな、ドーピング。さあこれはもう、ね、フェイブルとしては前線上げていきたいんですけど、どうやって上げればいいかわからないっていう。もうね、本当に突破口を一つ見つけたとしても、その逆を使えてリスキル入られたりとか簡単にされてしまうように、このミュークタウン。さあ点数差12になりました。いやーこれ苦しいですね。まあ2点取りにしてるアバロンなんですけど、フェイブルその前半の、ね、序盤のような感じで、さあラズリンがこれいい動きしますこの点数の持ち方。いやー止められてしまった、アバロンだと。アロアロ止める。さあこれ B 乗ります。横からジャスティス止めに来ている。いやー苦しい、止められない。アバロンが誰が止めてくれ、アバロン誰か止めてくれ。さあ前半戦20点差となってまいりました。 B を取ることができないフェイブル、前線フェイブルマスケット2枚削って前線開拓始めるんですけど、宮にすぐ返されてしまいました。いやーこれ前半戦このまま終わりそうですね。93点70 20点差。ジャスティスはここでもう完全にもうここから上がってくるのが俺がやってるやつですね。試合強すぎて。さあそれな。さあこれ前半終了100対73。序盤フェイブル B 確保していたんですけどもね、中盤からずっとアバロンが取り返して100点まで到達したという形になりましたね。さあ30点差フェイブルとしては、まずはもうまず序盤先ほどのようにね確認する、まずはでいったいですね。サッシのフェイブル、エイリスのアバロン。さあこれはラーク場所ですが、マスケット後ろからカバー入りました。まずは B を先手打つ、先手打たなきゃいけないフェイブル。これマスケット選手はタイプに変えてくる。さあフェイブルいい動きです。このまま B 取れそうですね。2人で乗って B を取り切れるか、投げ物が怖いから振り切りました。 B 取りました。 B 得点取ってるのはフェイブルです。ここから追い上げたいところ。すぐにねこれで返されてしまうとまた取り返されてしまうので、ここは耐えたいところですよね。ここ一回ね踏ん張ることができれば流れ持ってくると思うんですけども、どうでしょうか。耐えます耐えます、いい耐えですね。このマスケットがこの強ポにいることによって、アバロンの選手たちここ脅威ですよね。ここにいること本当にあそこまずやらなきゃいけないっていう意識が、いいよりも先にこっちをやらなきゃいけないことができないんで。さあそのマスケットを倒しました。ここで右側に開通、右側へと道ができました。そこを上がっていく宮、リスキルへと上がっていきました。これでアバロの前線が上がってきました。まだ点数は追いつきません。1個耐えるんですけど、アバロン3連続キル、 B へと乗らせたくない。前線すぐ戻さなきゃいけないフェイブル。アバロンとしてはまず、まあね、もう落ち着いてね前線一人一人削ってあげていきたいんですけど、フェイブルは本当に急げ急げ、もう誰にもやれちゃいけないんだっていう気持ちでやってると思います。G ですっていうコメントだけど、アバロンの記録がもうね。さあ後半戦はフェイブル結構頑張っていますよ。もう10点差まで追いついてきました。まだ分かりません。フェイブル追い上げ見せる。この前線以上どこまで耐えることができるか、アバロンの火力をどこまで抑えることができるか。さあ未だに鎮火しません、アバロンの火力。うわーこれ強いな。メロここの位置まで上がれたら本当に先ほどのねアバロンのやり返しができるので、いやこれいいっすね、これいいっすね、この動きいいっすよ。ではただこれ行き過ぎちゃうとリスポーンが変わっちゃうんで、さあリスポーン式にカットしますね。さあこれで先ほどの逆転ですね。キルログがフェイブル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 、アバロンたまにアバロンたまにフェイブルフェイブル。さあこれ前線高いです。逆転に成功しましたフェイブル。このまま行きたい、このまま流れに乗っていきたい。油断したらやられます、フェイブル油断したらやられる。いやー4枚ダウン、これアバロン前線一気に上がった。 B ポイント入ってきている、 B ポイント付近アバロンが、いやー3枚で B 乗って、これ一瞬で B 落ちるんじゃないでしょうか。落ちてしまった。逆転には成功していますが、わずか6点差、わずか6点差。いやフェイブルはすぐに返さないといけない、もうこれは許されないんだ。これで負けたらアバロンが優勝してしまう、これ許されない。フェイブル上がりたいけども、またしてもリスキーでー
リスキルアバロン、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 先ほどのお返しだと言わんばかりのアバロン、またアバロン、まだアバロン、あーまだアバロン、アロ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 がこのいやらしい、いやこれ嫌ですよ、こんなんやられたらこれリスポン変わりないですもん。うわー、さあやっとアロを止めましたが、アバロンが逆転に成功しています。あー時間がない、時間がない、時間がない。アバロンの記録がすごい、さあフェラークこれ耐えるも、さあフェブルこのキル続きますが、これ抑えられた。やっていく、最後のスパリやっていきました。さあここで B 取り返すことができるか、1人で乗っている投げ物が怖い、正面勝っていく、2枚目3枚目とカバーが来るか、カバーの試合 B 取り切るか、裏グレ飛ばされてしまった、ゲージが半分以上いったんだけど裏が飛ばされてしまいました。さあ10点差、170ポイント超えました、アバロン。さあもう時間がない、フェーブルもうそろラストチャンスの時間だぞ、返すしかない、やるしかない、こんな激アツのドミネーションなかなかない、いやー苦しい、あーバロンが前線高い、前に出ても前に出てもやられてしまう。180点乗りました、15点差、もうラストチャンスです、これでもう勝利が決まってしまいます、勝利が決まってしまう。アラークがこの位置、アバロンまさかの5連覇なるか、まさかまさかの無敗5連覇、無敗5連覇が目の前まで来ている。20点差、さあメロ反撃のおろしとなるか、いやーなかなか前に出ることができません。190点取りました、これはもうほぼほぼ決まったでしょう、アバロンがこれは5連覇ですかね。いやー197198、ここで試合終了、200対173、まさかまさかのマップカウント3対0、フェイブルに1ポイントも取らせることなく、アバロン5連覇おめでとうございます。いやー GG、 グッドゲーム GGL、 いやーアバロン強かったな、ちょっともうニュークタウンだからもう喋りが止まらなかったんですけど、うるさかったらごめんなさい、うるさいなこいつってぐらいで思ってくれたらもう最高です。わーお、348人も見てくださってる、ありがとうございます、すげーすげーマジですげー。というわけで優勝はアバロンとなりました、おめでとうございます。いやー5連覇アバロンも GGL 無敗伝説5連覇です。フェイブル惜しくもまた敗れてしまいました。試合内容的にはねもう全部のマップ、もういいとこまで行ってるんですけども、またしてもアバロンに敗北、アバロン最強伝説は続くようです、誰かアバロン止めてくれ。さあここで試合は終わったんですけども、試合終わったんですけども、この後、アバロンの代表選手からインタビューがございまして、インタビュー後に、GGL から皆様に重大発表があるということで、皆様に本当にもう GGL から見てくださってる皆様、エントリーしてくださってる、参加してくださってるプレイヤー選手の皆様に大事な大事なお知らせがございますので、皆様よかったら、インタビューこのままね GGL の、もうことを見てくださってたらと思います。さあこの後ね、アバロン代表選手の方からインタビューを行うので少々お待ちくださいね。ドリームチーム作るしかない、ドリームチーム、みんなが作るドリームチームってどんなんだろうね、それなんかさ企画したら面白そうじゃないですか。あの僕が考える COD モバイル GGL 優勝チームするならこれだみたいな。1000人いった、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 マジでおめでとうみんなやった、1000人いったよ、1000人、ちょっと写真撮らして、写真撮らして、写真撮らして、いや動画撮るわ、動画撮るわ、動画撮るわ、ちょ動画撮るね、あとでツイッターあげるね、はい、1000人いきました、ありがとうございます。この大会で200人近くの方に登録していただいて、いやーみんなコメントしてくれる皆さん本当にありがとうございます。登録者1000人多め、フェイブル良かった、いやー最高、あとでツイッターあげます。あディスコードダットさん来たようですね、はいインタビューしていきます。大丈夫ですかね、ダットさん、あ、来ましたね、はい、そのダットさんのインタビューの後に、GGL からの重大発表があるということでお待たせしておりますが、インタビュー先にお届けします。いや1000人すげえ、行ったな。さあダットさんお待たせしました、聞こえますでしょうか。聞こえます。ヘッドセットにちょっと入力がないみたいですね、ちょっと待ってください。 あ聞こえた、ダットさん聞こえましたでしょうか。聞こえます。あ、よかったよかったよかった。これ配信に声出てるのか、大丈夫か、ちょっと待ってくださいね。
あ、入ってるようです。あ、じゃあというわけでインタビューの方させていただきます。はい、改めて5連覇おめでとうございます。ありがとうございます。強すぎません？パチ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 強すぎません？素晴らしい、強すぎますね。まずちょっと僕からちょっといくつか質問があるのでちょっとお答えしていただきたいんですけども、まあその、はい、まあ、第1マップハードポイント、こちら本当に申し訳ないですけども、本当に申し訳ないです。こちらの機材トラブルで第1マップハードポイントをどけすることができなくて、本当にまずはそこをごめんなさい、本当に申し訳ないです。あ、大丈夫です。僕たちはそれ知らなかったので普通に頑張ってました。ハードポイント、ハードポイント、まあ、スコアを聞いたら200対173という、もう結構僅差だったんですけども、うん、どのような試合だったのかなというのはちょっとざっくりとでいいので教えていただきたいです。どんなような試合？はい、もう常に打ち合いの嵐です。いろんな箇所で打ち合いの嵐、もうリスも全然固定されなくても永遠にいろんな場所で湧いてずっと打ち合いしてます。もうそれでもうずっとなんか取り合いみたいな感じで、どっちかが一方的になることもなくみたいな感じで。そうです。なるほど、ありがとうございます。さあ、これサーチャンデストロイ第2マップの、武器構成に僕は注目して、あのみんな多分コメントのみんなもすごい、え、何その武器構成みたいな感じですごい驚かれてたんですけども、そのバースト銃が多かったじゃないですか。はい、それはどういう作戦というか、どういう、なんでしょう、チームのコンセプトっていうのがあったんですか、教えてください。やっぱ はい、あれなんですよね、バースト銃ってやっぱ2人で行くとキル速が爆発的に伸びるんですよ。2人で行くとキル速が伸びる。そう、バースト銃って基本ワンバーストじゃ殺せないじゃないですか。はいはい、じゃあ味方と一緒にバーストすることによって、あ、もう瞬時ワンタップで敵が解けるから、そう、はいはいはい、それで使わせていただきましたね。サーチャンです。やっぱアバロンは連携が、そう、連携が強いので、はいはい、そう、みんなと力を合わせてバババンと。もうそれはもう 前々から練習してなったんですけど、もう準決勝の方では扱ってなかったじゃないですか。それはもうあえて隠そうという作戦だったでしょうかね。あ、そうです、決勝のために。うわー、すげえ、かっけえ、かっこよすぎる。みんなかっこよすぎん。決勝に隠し玉でそのバーストという作戦を持ってきたっていう、やばすぎる。それまあ結構それサーチャンでそれで有利な展開でもサーチャンで取りましたと。そして最後ドミネーションですよ、はい、激アツでしたね。激アツでした。後半は結構上半からフェイブルペースで一回逆転を許したんですけども、そのチームの何でしょう、その逆転許された時の雰囲気というか、そのここはどうしようとかそういうのあったんでしょうか。あれどのマップでしたっけ。ニュークタウンです。ニュークタウンです。ああ、ニュークタウン。そうですね、一旦最初あれ黄色い建物の方のリスがやっぱ有利なんで、はい、ちょっとあの後半戦は最初普通に取られてたって焦ったんですけど、はい、でも最初のね、はい、作戦としては黄色の方もあの乱戦状態の時、敵が詰めてきた時に、はい、右か左か一気にみんなで行って、まあ、黄色の建物を取っちゃおうっていう作戦だったんですけど、思った以上にセンターを突っ切れる人数が少なかったので、はい、それはなしにしても正面衝突って感じで打ち合いに持ってって、また B を取りに行きましたね。リスにもかかる。最後またリスキルパーティーでしたよね、あっち側で。そうなれましたね。 あれはもうなんか理想的な形なんですか。あそこまで持ってったら。そうですね、もうニュークタウンは抑えるのが簡単なので。あ、まあ、やっぱりリスポーン固定されますもんね。うん、なるほど、ありがとうございます。というわけで、まあ、試合を振り返ってみよう、質問させてもらったんですけど、さあこれで GGL 全体というか、まあ、これまでね5連覇してきてますけども、アバロン、まあまあ、もう対抗チームもね、フェイブルと戦うのも結構たくさんあったと思うんですけども、そのフェイブルに何て対する何でしょう、気持ちって何かあるんですか、ね、その特別なライバル心というか。そうですね、フェイブルは、まあ、少しずつ SR の人が、はい、メンツが変わってってるけど、はい、普通に毎回楽しい打ち合いができてるので、はい、本当これからもずっと切磋琢磨ですかね。そう、切磋琢磨していきたいなって思ってます。ぜひこれからの COD モバイル界隈を、ね、引っ張っていってほしいなって思います、本当に。
頑張ります。はい、というわけでインタビューこんな感じで終わりたいと思います。改めて優勝おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。1000人おめでとうございます。ありがとうございます。これからも頑張ります。頑張ってください。応援してます。はい、失礼します。ありがとうございました。はい、というわけでダトさんのインタビューお送りいたしました。皆様お待たせいたしました。ちょっと噛んじゃった、ごめんね。皆様お待たせいたしました。ここで GGL からの重大発表がございます。さあ、チャンネル登録者1000人超えてノリに乗ってる GGL、 ここから皆様に次の GGL のお知らせ、重大発表がございます。さあ皆様画面にご注目ください。どうぞこちらです。次の大会チンプロさん参戦というわけですね。 GGL 次の大会チンプロさんを解説としてお招きしまして、僕とチンプロさん2人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあチンプロさんコメントにいるかな。さっきからなんかちょっと匂わせてるような感じでいたんですけども、僕はね本当さっき本当に1時間ぐらい前に知ったんで、いいえチンプロさん来んのみたいな、ええー、みたいな驚きが隠せなかったんですけども、というわけでついにチンプロ GGL に降臨と。もうこれなんかスマブラみたいだね。トゥルルトゥルルみたいな感じで、はい、とコメントを盛り上げる、ちょっと遅延があるのでまだ僕見れないんですけども、というわけでチンプロ参戦というわけで、次回 GGL 僕とチンプロさんの変態コンビでお届けしていきたいと思いますので、今後とも私ケイシンをよろしくお願いいたします。こちらが、GGL からの重大発表でございました。もう皆さんツイートでね盛り上げていってくれたらなと思います。さあ最後にですね、もう本当にこれ最後なんですけども、またディスコードのご案内ですね。あの GGL、ディスコードの方を開設いたしました。こちらの方で交流戦の初心者、中級者、上級者と分かれたチャンネルがございまして、初心者さんからベテランの方まで、もう全員に楽しんでいただけるサーバーにしていこうという形でやっていきますので、ぜひ皆さん概要欄の方に URL ありますので参加の方よろしくお願いいたします。なんか僕がね個人でなんかやったりとかもするかもしれないので、よかったら皆さんあの お楽しみにという形で、GGL のディスコードの紹介でございました。というわけでですね、もう縁も竹縄ではございますが、これで GGL6 終わりたいと思います。もう一番楽しかった、本当にみんなありがとう。みんながね、あのね、ケイシンウィンとかね、あの変態ケイシンとかね、なんかそういう僕をいじってくれるコメントをしてくれたからこそ僕はすごく楽しめました。あの機材トラブルはあったんですけども、本当に温かい皆様のおかげでですね、ここまでねやってくることができました。本当にありがとうございました。今後とも GGL とケイシンを本当によろしくお願いいたします。というわけで締めに入ります。以上をもちましてグレートジャイアントリーグ6終了となります。優勝はアーバノとなりました。まさかの5連覇すごかったね。次回開催も公式ツイッターから情報が発表されますので、引き続き、フォローの方よろしくお願いいたします。そしてぜひ GGL の感想、公式ツイッターにねメンションしていただいて結構ですので、ここをこうしてほしいとか、こういうところを直してほしいとか、そういう感想がありましたらぜひもうツイッターで積極的に、言ってください。あの先ほどご案内したディスコードサーバーの方にも、運営に対する要望リクエストっていうチャンネルございますので、そちらで、なんかこんなことやってほしいですとかあれば言ってほしいいただけたらなと思います。というわけで縁も竹縄でございますが、本当に皆様本当に今回本当にありがとうございました。私ケイシン実況と解説一人で二役ケイシンでお送りいたしました。それではまた次回の GGL でお会いしましょう。次回はチンプロさんと俺でやるぞ、頑張るぞ、じゃあなー、グッバイ。